インターネット放送局 CA 部、毎月第2金曜日夜の8時半から9時半生放送でお届けしております。本日は事前収録をお届けさせていただきますけれども、はい、本日3月13日なっちゃんの素顔を元気にお届けさせていただきます。本日夏希玲と高田トマトと藤原健之介です。よろしくお願いします。バレンタインデーの話題で大変盛り上がりましたけれども、はい、ホワイトデー健之介君大変じゃないですか。大変ですね。もう30個100個見張らなくていいから、ね、見張らなくていいんですよ、はい、あと1個ちょっと気になったんですけど、はい、最初みんなこうやるじゃないですか、はい、ずっと左肩を叩いてた人がいて、はい、何あれなんか、ね、あのすみません、ちょっと左肘を人のように左肘をですね、骨折してしまいまして、スケボーで転んじゃったんですよ、大事な時期に限って。スケボー乗ってるのなんかもうコナン君ぐらいしかいないですよ、ね、今の時代ね、今の時代乗ってんの、リアル子なんで舞台に会っちゃいました、はい、でももう治るんですか。もうそろそろ、もうそうですね、大体もう1ヶ月ぐらい経ったので、うん、もうギブスが外れるかなっていう、いやもうちょっとなんだね、ったです、皆さんね、怪我と健之介君には気をつけてください、はい、よろしくお願いします。ね、でも本当にホワイトデー明日ですけれども、はい、うん、皆さんはもうご予定とかお返しのね準備されてると思いますが、どうですか。はい、してますよ、してますよね、はい、急にテンションが下がっちゃったんだけど、まあ、私なんかまずいこと言いましたなんかまずいこと言っちゃったかな、チーンっていう感じですけども、うん、まあホワイトデーといえば、ね、男性が返す日だから、はいはい、バレンタインデーぶっちゃけあのトマトさんとなっちゃんしかもらってないんですよ。そうなんですよ、このまたスタジオの現場で、ね、本当にもうまたまたねって感じでございますけれども、本当はね、はい、モテアピールしたかったんですけども、ちょっとね2個しかあげれないので、あ、はい、明日あげますので、期待しておきますよ。明日会わないから私、会わないから、明日会わないから、お家まで届けてくれますか。いやいいごめんなさい、あのストーカーの方がありますやめだって散々ですね、でも気持ちだけねいただいておきますけれども、トマトちゃんははいはいどうですか。私も、夏希さんと健之介君からしかもらってないんですいません、あのお家に届けに行きます。すいません、夏希さんの素顔をご覧の皆さんね、モテない2人とさせていただいております、ね、ここで交換し合ってみたいな、はい、それあの小学生のレベルだからね。そうね、うん、でもね、まあまあ頑張りましょう、来年頑張ろう、気持ちの、ね、問題ですからね。そう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 、今ね、いろいろ義理チョコとかね、うん、感謝のチョコとかありますけども、はいはいはい、まあ、思いを伝えるね、一つのきっかけに過ぎないですからね、うん、普段からね、皆さんに感謝を感じて、はい、本当にねお伝えして、そうです、ね、これからもなっちゃんの素顔を皆さんに応援していただけるように3人で力を合わせて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。もう本当毎月月に1回なんですけれども、はい、あっという間でね、はい、あっという間ですね、あっという間で、もう今月健之介くんは初のステージデビューもございます、はい、ステージデビューもございます、はい、ちょっとね、あの詳細はまた SNS の方で発表させていただきますけれども、歌もね猛特訓してるんだよね。猛特訓しております。うん、夏希先生にもう、ね、猛練習はい、はい、ビシバシと鍛えられて、笑いすぎです、はい、笑いすぎです。そうですね、そうです、だいぶ強くなりましたので。何が、ね、メンタルも強くなって、はい、ね、声の方も強くなって、はい、勉強になります。でもね、本当に努力家の健之介くんなので、はい、上達早いですよね。ありがとうございます。たまにね、楽してあの覚えると思う、そうなんです、ありますので、はい、ちょっとそこはね、ビシバシやるので ね, ね、頑張ります、うん、なんか大変だったこととかある。大変だったことですか。ギター練習して、やっぱりそうですね、あの音程がちょっとなかなか取れなくて。そうですね、でもやっぱね、教え方がすごく上手で、あ、なんかポイントつくんですよ。なんか今後怒られないようにしてますよ。いや、怒りますよ私、まあ、いやいやいや、吸って吸って、あの、すられても全然私効き目ないので全然ないので大丈夫です。頑張っていきましょう。あ、いいこと言いますね。一歩ずつでございます。そうそう、一歩ずつ、ね、本当に一歩ずつですけれども、はい、あのトマトちゃんもね、はい、お笑いの方で頑張っておりますので、はい、喉とかね、発声とかね、そうですね、学んでいただいて、うん、あね、え、参加しようかな教室に。いや、いいです分かります。なんでですか。先月ね、別れても好きな人を、はい、私と健之介くんでやったんですよ、うん、はい、やってましたね、ね、うん、あ、いやもう、ご覧になった方はもう分かると思うんですけども、はい、ナイストリオのトリオネーションで一緒にしないでほしいんですけど、
ちょっと上達した？しましたしました。もうコーラス部分だけのためにカラオケ通いましたから本当ですよ。ちょっとじゃ あのどのぐらい1ヶ月で上達したか言ってみましょうか、はい、聞いてください。頭からいきますよ、はい、ワン、ツー、スリー、はい。別れた人にあった、別れた渋谷であった、別れた時と同じ雨の夜だった、傘もささずに原宿、思い出語って赤坂、恋人同士に帰ってグラス傾けた、やっぱり忘れられない、変わらぬ優しい言葉で私を包んでしまう、なめよ弱いから、別れても、別れても好きな人、好きな人、別れても、別れても好きな人、好きな人、うわやっぱ最高この3人めっちゃいい。やっぱない、これを超えられるで別れても好きな人はない。どうやったらこんな音痴言った、別れても好きな人だからネジが3本ぐらいすいません、お客さんはみんな大爆笑で、もうこれです、これです、もうやってきた。あの一つだけお願いなんですけども、はいはい、あの私がステージの時絶対にそばに来ないでください本当に、いやいやいや、もう本当にお願いします。呼ばれなくても客席で見てますからね私は。あの迷惑一番本当に NG。 一番前で別れてもやって、せーの、別れても、別れても、何が違うか、何でしょうね、ねえ、いいね、いい声してますよね。あの、なんですごい音痴なくせにルンルンでこう歌ってるのがちょっと、いや本当に腹立たしい。いや気持ちが大事だから、やっぱり歌っていうのは、もう一度すいません、アンコールが多いので行わさせていただきます。やっぱね、心つかむから、はい、ね、健之介くんごめんね、ちょっとね、あの出たがりがいるんで、ここに本当にできない出たがりがいるんで、はい、ちょっと歌いたいでね、やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、はい。別れても、別れても、何が、何、ちょっとディレクション組めないですね。健之介頑張れよ。いやいや、何言ってんすか健之介、ちょっとごめんなさい、皆さん本当にされても、トモさんですよ、あの病院に行くんじゃないかっていうぐらいお腹抱えて笑われてるんで、ね、あの少し自分の、ね、レベルを把握していただいて、あのお願いなんで本当私のステージのそばに来ないでください本当にできるんですか、本当にそれだけもう心から心からお願い申し上げます。お家ではいいですか、歌っても。お家でも、あの、はい、どんな風に過ごされても、ね、歌おうが、わめこうが、泣こうが自由ですけど、ステージの時は神聖な場所なので、はいはい、私のそばに半径1メートル以上近づかないで、ね、はい、いね、あ、半径1メートルじゃダメね、はい、もっとあの大きい声で出されたら笑えないあの同じあの空間にいないで踏み込むなと、はい、わかりました。ね、本当に君の方が上手くなっちゃってますから、うん、はい、さすが、ね、芸人ですよ。そうなんですよ、ね、皆さん本当だと思ったら嘘ですからねもっと上手いから本当は私が証明します、これ本気です本気でございます。そうですね、そうなんですよ、歌手にはなるなって言われました、ね、はい、あの歌手と女優は目指すなってもう先月食いを打っておきました ね、 ね、 でもね、ダメ、1ヶ月じゃダメだったな、でも健之介くんはね、はい、いろいろあの、うん、コンテストもファイナリストに選ばれたりね、はいはい、今どんな勉強してるんですか。はい、歌の勉強もしてます、はい、あとはモデルの大会がですね、ミス&ミスター日本代表選考会2020のファイナリストに選出することができました。ありがとうございます。選出することがされたんだよね。されたことが、はい、ちょっと敬語があやふやでございますけども、ね、することができました選出、あ、選ばれた、選ばれました、選ばれました、はい、そうだよね、そうです、場所がですね、はい、日本橋の日本公会堂というところでありまして、うん、日時が3月19日お時間が18時からとなっておりますぜひ会場投票もございますので皆様、皆様の一票が大切でございます。ぜひお待ちしております、よろしくお願いいたします
18時で出させていただいてますけども、18時時に皆さんね、応援に行ってあげてください、はい、日本橋でね、日本橋で、日本橋に18時時に、はい滑舌もね、お客様のおっしゃる通りです。どうですか、同世代の方から見て滑舌は。ずっと昔から言う、はい、あ、そうなんだ、そうなっちゃった、耳がね、慣れちゃったんだね。なるほど、それは良くないことですね、ありがとうございますでもね、やっぱり伸びていただくためには、はい、私たちがね、ちゃんと温かい目で見守ることが、はい、大切でございますので、うん、今日はですね、はい、後ほど、はい、素敵な素敵なゲストお二方をお招きしておりますので、今日ね、すごい吸収すること、学ぶことたくさんあると思うんですよ、はい、なので、健之介くんは、はい、普段よりもう耳の穴かっぽじって、はいよっしゃよっしゃ掃除してきな、はい、今のうち、うん、ペンも持ってきましたので、ね、メモする予定で、何でも思ったらメモ、はい、それで自分で家に帰ったらそれを腹に落とし込む、落とし込む、はい、それでアウトプットインプットね、はい、ちゃんと繰り返して、はい、分かる、アウトプットインプット、あ、なんだこれちょっとね、カタカナ弱いんですよ、入れて出す、入れて出す、これもまた勉強です、まあ、こういうね、あの、飾らない天然の健之介くん、そしてトマトちゃん、はい、私交えて、はい、ね、あの、今月は3月でございますので、お花見なども企画しておりますので、皆さんね、はい、ぜひ日程など決まりましたらお伝えさせていただきますので、はい、ご参加いただいて、大いに笑っていただければと思いますので、ね、はい、いろいろね、イベントも ねやっていきましょうね、はい、よろしくお願いいたします。ということで、それではそろそろ皆さんもお待ちかねでございます、はい、素敵なゲストお二方、はい、お招きしたいと思います、まずお一人目はですね、人とペットの幸せ創造協会会長、そして一般社団法人ペットフード協会名誉会長の星村芳雄さんです、はい、そして元宝塚の如月蓮さん、お二方を本日はゲストでお招きしております。どうぞお越しください。いらっしゃいませ。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。宝塚、宝塚、竹の塚、竹の塚、違います、竹の塚、どうぞどうぞ、どうぞおかけください、はい、ありがとうございます。失礼いたします。オーラがお二方違いますね。すごいですね、これが貫禄が、ね、これもまた吸収です。以前吉村先生会長はですね、はい、ご出演いただいたことがあるんですけど、はい、今日は越村です。はい、越村さんって言いません、越村さん、越村さんって言いませんでした。越村さんって聞こえました。越村さんって、私も越村さんって、越村さんって、ちょっと舞い上がってるからね、みんないろんな風に聞こえちゃうのかもしれない。以前ね、あの、ご出演いただいたんですけども、はい、今日はあるイベントを機に、はい、レンさん、如月蓮さん、うん、もう、会うことができましたので、はい、後ほどそれは、うん、お話をお伺いしようと思いますが、すせっかくでございますので、はい、お一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思います。それでは番組2回目のご出演の越村芳雄会長から、会長、はい、お願いいたします。はい、今ご紹介いただきましたけれども、一般社団法人人とペットの幸せ創造協会の会長をしております。また一般社団法人ペットフード協会の名誉会長を拝命しております。今現在、人とペットの、まあ、理想的な共生社会を作りたいと思って活動しております。よろしくお願いいたします。お願いします。本当にお伝えしきれないほど肩書きがございまして、はい、2つだけをあのピックアップさせていただいたんですけれども、うん、連日 Facebook も、ね、ご覧いただいている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、もうハードスケジュールで、はあ、もう世界を股にかけて、あら、まあね、もうご活躍されておりますので、会長が北千住に、はい、後ほどペットにまつわるお話、質問などもね、ぜひあの素人の方言い方悪いですよ。素人の方、ペットが大好きな方たち、ペットね、素人の方でも大好きな方たち、何でも分かりやすいように教えてくださるので、はい、この時、この時が大切でございます。質問ね、してバンバンとくださいね、お願いいたします。はい、はい。線が怖い。一人目がけて言ってましたね。はい、はい、まんべんなくでございます。はい、そして、オーラが違いますね。ね、はい、レンさん、はい、はい、ね、はい、どうも、はい、どちらをに、どちらを見たらいいですか。あちらですね、あちらですよ、レンさんを捉えております。みんな、はい、それでは、テレビをご覧の皆様、はじめましてです、はい、元宝塚歌劇団星組に所属しておりました如月蓮と申します。よろしくお願いします。すごい、もう
こいい。惚れてしまいますよね。惚れてしまう。もう本当に、はい、今日はね、健之介くんレーサーに比べて男気が低いので、はい、ちょっとこっちから当たってみよう。今日は男の吸収していろいろ話していただきたいと思います。男らしさをね、レーサースタイルも姿勢から違いますよね。いや普段気をつけられていらっしゃることってあるんですか？普段そうですね、やっぱり人前に立つことが多いので、はい、こう見ていただくその人目、人目が美しくさせるみたいな。ありますよね。あるんじゃないでしょうか。ありますけど、ルーさんの目力の方が人を食ってます。バシ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 。なのでレーサーは表ぐらいもう目標を定めたかっていう感じぐらい、もう目力と存在力がすごいですよね。お隣の会長は猫のようにニヤッとして優しいほらタップでございます。隣のカエルちゃんかな、あ、違います、人間でございます。違います、一応モデルでございます。なんだそれ。今日はペットのお話、そして宝塚のお話などもざっくばらんにいろいろお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今日はね、素晴らしいお二方ゲストにお招きしておりますけれども、はい、ペット飼ってらっしゃいますか？飼ってます。みんな飼ってる。本当？すごい。今ちなみに揃いました。僕犬のパグ犬を飼ってます。黒パグ犬。黒パグ、はい、パグに犬ってつけますね。黒パグですね。何パグ犬って。黒パグですね、うん、名前がクロちゃんと言います。あ、もうちょっと考えてあげて。おしまってますので、うん、はい、パグかわいい。似てるね顔が。本当ですか？ワンワン本当ですか？でも会長、私ですね、いろいろな散歩、いろんな場所で散歩するんですけれども、ペットと例えばワンちゃんと飼い主って顔が似てますか？わかる、わかります。それよく似ると言われてますよね。はい、あ、やっぱ言われてるんですか？似ますよね、似ますよね。やっぱパグです。パグです。パグはありますね。パグが寄っていたんじゃなくて、健之介くんが寄ってたんだろうね。パグの方に。トマトさんはあれですか、ブルドッグとか？ブリティッシュショートヘア、猫ですね。ね、ブリティッシュショートヘア。違いますよね。選ばれるのもね、パグと違います。パグも可愛い。パグも可愛いよ。はい、レンさんは。はい、私はスムースチワワの小麦ちゃん。小麦ちゃん。はい、私もクロちゃんと一緒で、フォーンっていう色の名前なんですけど、はいはい、フォーンって日本語にすると小麦色って意味なんですって。おー、そう、うん、それでペットショップの店員さんにはフォーンですねって言われて、え、フォーンだね。確かにそうですね、小麦色って意味ですよ。そうなんですねって言って、でも買ってからもう小麦ちゃんにしようかって言って、はい、すいません、小麦ちゃん一言一言がかっこいい。かっこいい。かっこいい。いや、なんだ。ホストみたいな感じで。トマトちゃん、飼ってるの？私、トイプードル。バッタじゃない。バッタじゃない。なんで？バッタじゃない。かわいいかわいいかわいい昆虫って。やだよ。バッタでも、なんか似合い。似合いたくない。バッタに似てるってことですか？うんじゃないよ。バッタとかね。マンボウって言おうと思ったけど、マンボウは飼えないから。バッタとか。違う、トイプードル。トイプードルを買ってもらって、トイプードル今作ったの？作ってない、本当に。見てください、私の LINE の画面、トイプードル可愛い。トイプードル見たくないんですけど。なんで？本当に。幼少の頃からですか？あ、いや、まだ7年前ぐらいですかね、実家の方で。はい、うん、買ってます。じゃあ普段面倒見てないってことですか？あ、だから似てないんだね。この間久しぶりに帰ったら全然寄ってこないから、忘れられたなって。私はですね、一人っ子なので、もう物心ついた時からずっと犬がおりました、ワンちゃんがおりまして、ずっとですね、マルチーズ、マルチーズ、そしてパピオン、はい、今はチワワのハヤト君がおります。ただ今14歳でですね、目も白くなってきてしまって、はい、もう咳というか、そういうのも止まらなくなったり、あとですね、散歩してても白線を頼りにこう歩くんですね。なので
と、あの前はリードなしで歩けた賢い子だったんですけども、うんうん、最近はもう一人で歩かせるのは怖いですし、うんうん、よたよたすることも多いですし、膝も悪くなってきてしまって、いつまでこうしていられるのかなって寝顔を見ながら、うん、もう見てるんですけど、前は私が帰ってくるドアのガチャンっていう音で、うん、ワンワンと玄関まで来たんですけど、今寝てますのでちょっとね、寝顔を見ながらいつまで一緒にいられるのかなっていう日々でございます。どうしてもそこは仕方ないですもんね、うん、はい、でも平均寿命はどうなんですか？平均寿命はですね、はい、ワンちゃんの場合 14.44 歳なんですね。ですから今ちょうど、はい、ねえーね、寿命に近づいてるかなと思うんですが、はい、でもね14歳を過ぎてまだね、はい、お元気で、はい、いらっしゃるんで、はい、まあ、ぜひね、はい、これからもケアしていただいて、できるだけ長生きしていただきたいなと思いますよね、はい、うん、犬の平均寿命を伸ばしていただけるように。でもなっちゃんに愛されてるから、はい、きっとその子も安心して寝て待ってられるんじゃない？嬉しいですね。お帰りって、いや、それしか考えられない、ね、はい、メイさんが帰ってくれたらね、嬉しいんですけど、ただいまって言ってね、まだ言うんですか？お帰りって言って。いや、でもですね、あの人とペットの、あのいろいろな、前回もお話をしていただいたんですけども、ペットを飼っていると人の平均寿命というか、それも伸びるんですよね。まあ、健康寿命は今現在、はい、あの女性で約12歳、ちょっとあの、まあ、差があるんですよね、はいはい、で、まあ、男性の場合にはまあ9歳あるんですけれども、でもあのペット、特にあのワンちゃんと散歩していると、はい、まあ、男性の場合には 0.44 歳、うん、女性の場合には 2.79 歳伸びるんです。あの特に女性の場合には、まあ、高齢になると、はい、あの関節疾患とかですね、ありますね、あの出やすいので、ね、うん、まあ、若いうちから、まあ、ワンちゃんを連れて散歩されると、うん、まあ、健康寿命がですね、それだけ約3歳近く伸びるということになりますね。大丈夫です、70代の皆様も。今期高齢者になってまだまだ、これからまだ伸ばしたいという方はですね、ペットを飼っていただければと思いますけど、ちなみに今日ご来場の方はペット飼ってる方、あら、誰もいない。あ、亡くなっちゃったね。あ、でもね、あの飼ってらっしゃった、うん、ね、ペットみたいな人もいますけど、大丈夫です。飼ったことはないですか？飼ったことはない。あら、え、バッタは、バッタは飼ったことあります？バッタ、うん、バッタ、はい。ねえ、私だけか。いや、ね、でもね、昔スズムシやった。ああ、スズムシ。今ね、いろいろね、あの自然破壊といいますか、はい、もうね、あの虫とかも減ってきてますよね。そうですね、公園に行けばね、なんてことを大事に育てる方もいるんですよ、スズムシも、ね、うん、いろいろペットの話も今します。はい、あの越村会長はですね、いろいろ夕刊フジでも記事を書かれてました、お、そうですね、それは今タイムリーな時事問題とかそういうのを踏まえていろいろ書かれてたんですか？まあ、人とペットの共生、はい、共に生きる、ね、ことに関して、はい、まあ、2年4ヶ月ほど、ね、あの書かせていただいて、まあ、2年4ヶ月、先月1月、まあ、1月末にですね、はいはい、あの終了したんですが、はい、まあ、113回ほど、素晴らしい、で今、まあ、皆さんの方からちょっとご要望もあってですね、はい、今まで書いたのをぜひ本にしてほしいというような、いいですね、まあ、そんなリクエストもあるので、はい、今出版社とあの打ち合わせをスタートさせてもらったところ、表紙の絵描きましょうか、私が、なんで求めてないんですよ、なっちゃんの、なっちゃんのね、歌、はい、ね、はい、入りとかなんか CD、 いい、それはいいね、いいですね、表紙より絶対いい、そっちの方じゃあ私表紙やろうか、それはいい、それはいいですね、水分も書いていただければ、いいですね、中表紙ぐらいに使ってもらったら、いや、あの真っ黒にしてあの黒ポグってやつ、いや、ね、でもペット本当に飼うと心が、ね、豊かになるなって感じますけど、ね、まあ、亡くなった時はそれだけね悲しみもありますけれども、いろいろペットが私たちにもたらせてくれることもありますし、ペットとの共生、これからもね課題ですよね。そうですね、まあ、今あのワンヘルスと言われてるんです、ね、はい、ワンヘルス、まあ、これは
人の健康、それから動物の健康、はい、それから環境保全、うん、この3つがですね三拍子揃わないと、うん、まあ、人間もうまく生活できないということが言われてますのでね、まあ、ぜひ、まあ、今日のお客様、うん、まだペットを暮らしてらっしゃらない方多いので、うんうん、まあ、ぜひこれを機会に、まあ、ペットと暮らすこともですね、はい、検討していただけたらいいなというふうに思いますね。うん、はい、質問、はい、はい、はい、大きい声でお願いします。はい、高齢者には売ってくれないお店があります。あ、高齢者に売ってくれないお店があるんですか。まあ、ペット専門店さんはそれはないんですが、まあ、動物愛護団体さんの中には、まあ、60歳になったら、まあ、ご遠慮願いたい、まあ、それは多分女性の場合には平均寿命がですね今87歳、で、まあ、男性の場合にはですね、まあ81歳ぐらいにはなってますけれども、まあ、むしろ動物と暮らしていただいた方が健康寿命も伸びるし、ね、うん、やる気も出るし、うん、血圧も安定しますしね、うん、で、まあ、ロサンゼルスのアニマルシェルターなんかでは、はい、むしろ高齢者の方にですね積極的に暮らしてほしいということを、まあ、推奨してますね。まあ、ですから欧米では年齢制限というのは一切ないですね。まあ、むしろ高齢者がまあペットと暮らすことによってそれをまあ支援する体制をむしろ作っていこうという、素晴らしい、まあ、まあ令和時代はまあこれからまあ100年時代と言われてますので、よりそのまあ人も健康で長生きするにはですね、ペットの存在っていうのはますますこれ重要になってくるかなというふうに思いますよね。うん、そうですね。うん、会長がそう話してくださるとペット興味ないような方でもうーん説得力が、さすが会長、素晴らしい素晴らしい、ね、重みがちが、やっぱり環境って今おっしゃってたんですけど、うん、環境すごい大事だなって思って、そうですね、なんか飼いたくても飼えないようなね、うん、確かにそうですね、環境っていうのがもうちょっと改善されていったら、うん、もっとみんながワンちゃん飼ったり猫ちゃん飼ったりして、うん、なんか一緒にね生きていくこともできるんじゃないかなって思うんですけど、ペット飼えないお家とかもありますもんね。そうそうそう、あと家族じゃないですか、はい、ペットって言っても、ね、だからやっぱり家族として一緒に住むっていうのが、うん、ちょっともう一段階環境ももうちょっと上がってくれた方が、うん、皆さんも多分飼いやすいんじゃないかなって思うんですよね。そうそうね、キサラギさんはいいポイント、ね、いやいやいますね。それどこだぞ健之助。健之助ですから。一緒か。はい。頑張っていこう。何もなくないですよ。頑張って。誰が待っただ。ね、でもね、うん、本当にいろいろ課題はありますけれども、うん、そういうところはプロフェッショナルのね、こちら会長に解決していただいたり、いろいろね著書を読ませていただいて私たちが学んでいきたいと思いますけれども、うん、ね、いろいろイベントがございますよね。はい。はい、ちょっと少しそうですね、はい、ご紹介もしていただきたいと思います。今日はね。はい。まあ、もちろん夏木さん、はい、それから如月蓮さん、はい、まあ、ちょっと実はご一緒にですね、はいはいはい、4月の26日の日曜日に、はい、26です、はい、動物福祉、まあ、チャリティーディナー、うん、コンサートということでですね、はい、まあ、竹橋にあります KKR ホテルで、まずはシンポジウムをですね、そうですね、はい、2部制になってますよね、はい、やるんですけれども、まあ、そこにはですね人間のお医者様の、まあ、星丹治先生ですとか、はい、あとは東京都獣医師会長のですね村中先生ですとか、はい、あと赤坂動物病院の総院長の柴内先生ですとかですね、はいはい、あと猫の団体を立ち上げられた女優の川上舞子さんをですね、はいはい、いただいてですね、で私が、まあ、司会進行をですね、はい、させていただきますが、まあ人とペットの真の共生に向けてという、まあ、タイトルで、はい、まあ、約90本ほどですね先生方のお話をですね聞いていただければなというふうに思います。その後、まあ、お食事をですね美味しいお食事をとっていただいた後に、はい、大変素晴らしい、まあ、夏木礼さん
の、まあ、歌をですね、皆さん聞いていただきたいなと。ワンとニャンだけ歌いな。わあ、その時にワンとニャンだけ。ね、間にこけた。もちろんね、草薙蓮さんもですね、はい、ご出演いただいて、ご一緒させていただきます。まあ踊りですとか、ね、うん、歌もご披露いただきたいなというふうに思います。はい、ぜひ。あと獣医師でですね、実はまあ前の私がまあ社長やっていた、はい、まあ、ヒルズという会社の時に、まあ、獣医師の、で活躍をしていただいて、今実は歌う獣医シオンさんということでですね、活躍されている、シオンさんもご出演いただいて、はい、ね、また素晴らしい歌を聴かせていただく、はい、そんなことを、ね、なるほど、すごい、そういうのがあっての今日の集まりなんですね、集まりが、はい、あ、なるほどなるほど、はい、そうなんです。ワンとニャンで歌うみたいな、ポケごっこをくださいいいですよ、バッタリ跳ねて入っていいですか、近づいていいですか、ダメダメダメ、1メートルいない、でも本当に木更木蓮さん素敵な方ですけれども、今度ご一緒させていただくということで、ね、でもこれも本当に越村先生に ね、はい、ね、繋いでいただいたご縁で、はい、とっても嬉しいなと思いますし、本当に歌がとっても心に染み渡る歌声なので、これを機にちょっと教えていただこうと思って、はい、もうなっちゃんの、はい、すごい、さっきもね、ちょっと別れても好きな人ね言ってたけど、トリオネーションでしたね、いいですね、可能性が、可能性しかない、そう、でも本当に素敵だったので、一緒にね出演させていただけるの本当に嬉しいです。私も本当に今日はお会いさせていただくの2回目なんですけれども、レンさん気さくに話していただいて、もう5年ぐらい前からね、そう、大親友みたいな、2回目です。でもインスピレーションというか、うん、ありますよね、うん、あります、やっぱ初めて出会った瞬間に合う、すごい漫才コンビね、こ、ね、んな波長が合うなんて、もう食べ物も頼みたいのが一緒だったんで、一緒だった、別々に頼んで半分ずつとか、初対面で、そうなんです、そのぐらいも本当レイさんがやはりリードがお上手なので、やはりね、男性役としてもう多くの方でございます、もうこうリードが上手なので、私はただそれにこうやって乗ってるだけなんですけれども、もう気遣いがね、やはり会長そしてレンさん、素晴らしい方々と共演させていただく4月26日は、皆さん、はい、今から予定を開けといてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします。でもね、今お話ありましたけれども、はい、健之助くん、はい、どうですかレンさん、オーラが、オーラがもうすごいですね、うわー、うわこれしたか、ま、たしたか、危ない危ない、大丈夫、右手行ってないよ、いやいやオーラが、ね、もう普段からやっぱりポージングって言ったらあれなんですけども、うん、一つ一つ動作が違うんですよ、そうですよ、あなたも違うのね、なんで、私もいつもやってますよ、ね、ですけど、いや全然タクシー止める時もこう止めてますから、マイク。いいでしょ、同じ人間なんですから。いやでも、レイさんはきっとそういう止め方しないと思うんですけど、はいはい、でも普段姿勢とかも気をつけられてると思うんですが、うん、はい、宝塚ではやはりいろんな訓練というか練習、はい、レッスンされると思うんですけれども、うん、はいはい、どういうことが辛いとか楽しいとかって、ちょっと皆さん聞いてみたいですか、ね、ここだけの話、うん、そうですね、はい、辛い楽しいの点で言ったら、はい、楽しいのは一番最後にしか待ってない、一番最後にしかない、もちろん楽しいし、はい、充実してるし集中しますし、はいはいはい、やりがい充実度はもうあるんですけれども、はい、本当の意味で心から楽しいって思える瞬間のために、辛いことや苦しいことや、はい、いろんなことをやりながら、でも時々こうみんなで楽しく笑い合ったり、一緒にご飯食べて美味しいものを一緒に食べ合って、はい、よし頑張ろうってなって、またこう一生懸命頑張って頑張って頑張って、で舞台に立ってライトを浴びてお客様から拍手をいただいた時に初めて、あー幸せ伝わります、伝わります、伝わります、そうで
ですよね、その時ですもんね、うん、はい、もうどれだけあの練習したかとか苦労したかっていうのはもうお客様には関係なくて、その舞台を見ていただいた時が全てですもんね、そうです、うん、いやーかっこいい健之助くん、あんまりねお話しする機会ないですから、はい、この時、はい、この時を大切に質問がありますか、はい、もうずっと聞きたかったんですけども、はい、やっぱ男役ですよね、はい、まあ、バレンタイン僕2個しかもらってないんですけども私15個を 目安にもらいたいので、はい、なんかちょっとモテる仕草というか、はい、なんかセットするような、はいはい、仕草をぜひ教えていただきたいなと思います。そうですよね、仕草か、はい、一般的に使えるやつがいいですね。これが最強で、はい、そうですよね、はい、一般的に使えるって言ったら男性に聞くよりかっこいいから、ね、はい、あでもやっぱり人の目を見て話すことは大事なんだろう。ああ、そっか、話さないですもんね。絶対、うん、あの、なるほど、ね、こうやってですから。あ、ひょう。カエルと違うから。ひょうですから。ひょうですから。はい。はい。人の目を見る、ね、人の、まあそれはね、まあ皆さんももちろんね、そういうコミュニケーションされてると思うんですけど、はい、あとやっぱり私があの宝塚時代にすごい感じたのは、はい、その方、一緒にお話しされている方はがあの何が好きなんだろうとか、うん、何を話したら楽しいかなとか、自分のことよりもその人のことを考える時間の方が長かったような気がします。なるほど、気配りがあって、いや、なるほど、で、はい、時々ちょっと、あー、なるほどね、なるほどね、うん、で一緒に喋ってて、そうだよね、そうだよね、あ、どうですか、暴れちゃいました、かっこいい、かっこいい、もうあの置き方がこうだから、もう置き方が、あ、もういいですか、自然とヒュッてなりますよね。すみません、あの皆さんが照れるのやめてください。今レンさんがやってるので、うん、皆さん照れなかった、顔赤くなっちゃってるねえでもこれは使えますね、照れちゃいますね、うん、あと自分の好きな角度とかあります？モデルさんだからね。え、レイさんの知りたい、ちょっとポージングみたいな、あれ僕じゃあ、ちょ、あ、じゃあ立って、はい、もうランウェイもいっぱい歩いてきましたから、はいはいはい、逆に教えてほしいです、はい、ミュージックスタート、セリフなんだね、ドゥン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 、あれ、チーズだったけど、天の声何やったの、一番最後の腰をバッチバチで決めましたね。こっちはね、全然見えない、一番最後何やったの、腰しか見えなかったです。どんな感じでやったんですか、はい、最後最後ちょっと45度を向いて、うん、目線をずらさずに、うん、45度どこ向くの、45度カメラの、あ、カメラはね、45度で向くのね、45度向いてこうやって唇で最後、うわ、いらないよ、もっとね、なりきった方がいいと思います、どう思うんですか、ね、いや、私もやってること変わんないです、同じだよね、優しい、一緒一緒、はい、全然ケン君かっこいいわ、ケンさんにちょっとカメラ、いいんですよ、そうだな、よし、いや、贅沢、これは、ちょっと待ってくださいよ、これは贅沢ですね、ケンさんは、あのバリバリの舞台でやってた、はい、そうですよ、はい、ちょっとモデルさんの前でやるのちょっと恥ずかしい、いや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 、じゃあちょっと宝塚色強めで、あ、モデルさんもかっこいい、じゃあミュージックお願いします、はい、せーの、トゥルッ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 トゥルちょっとせっかくなんで、あの、はい、みんな前に行ってポージングを、そうですね、レイさん、すいません、あのついでに私たちも会長もやってくださるんですか、いやー、贅沢、今日は会長、腕長い、会長も、あ、そうそうそう、会長も、おお、で、もうちょい、こう、両足でしっかり、はい、あの、ブラジルの皆さん、こんにちはぐらい、そうそう、はい、そうです、で、ちょっとこう、はい、ブラジルの皆さんが大事です、はい、どうですか、かなりいいんじゃないですか、おー、よくなりました、キープね、はい、キープ、それでは会長、会長、会長、会長もしていただける、贅沢だ、会長も会
わ、いい、あ、いいな、いいツーショットだな。ちょっと足を、はい、そうですね、ちょっと、ちょっと曲げてみましょうか。いいですね、わ、じゃあ、かっこいい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 、女の子だから、1、2、3、4、じゃあ真ん中、あ、5人続きます。じゃあ、なっちゃん真ん中入って、はい、そうそう、ちゃんは肩にこう、肩に、はい、それで足ちょっと流してもらっていいですか、ポイント、はい、こっち、細かいね、細かいね、ちょっと伸ばし気味で、あの足を自分の足で伸ばしても長くして、はい、そうです、そうです、めっちゃ綺麗です。でちょっともうちょっと寄り添ってください。あ、ちょっとちょっと違うんです、あのね、ちょっとすごい面白い、さすがだわ。で、目が輝いてる、いい匂いがするって思ってください。はい、はい、で、ちょっとこの辺は、はい、そうです、こういい匂いする、そうです、この角度です、はい、はい、でじゃあ、やっぱりここは主役なので、お、うん、はい、どうしようかな、女性の素敵なポーズでしょ、ですもんね、はい、で小島先生はこうなんで、じゃあ右手やりましょうか、はい、右手をなんかこう、俺です、俺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 、なるほど、俺、はい、結構大きめに上げちゃう、あんま上がんないから、あんま、あ、そうか、あんまり上がらないか、はい、じゃあそしたらこれでいきましょう、はい、はい、よいしょ、はい、よいしょ、こうですね、はい、こう、はい、うん、あ、すごい、あ、いいですね、それか、こっちいきましょうか、あと、左足を前に出して、はい、はい、で、できれば右足をもうちょっと開いて、はい、そうです、あ、とっても綺麗、あ、めっちゃ綺麗ですよ、イベント組めそうですか、あ、素敵、出来上がり、姉さんも真ん中に、真ん中に、さらぎは、じゃあこの辺で、はい、この辺で始めましょうかね、はい、あ、かっこいい、うわー、皆さん、あのすごい興奮されてあのティッシュいりますか、目が覚めた鼻血大丈夫ですか、ね、言ってくださいね、いや、そうかありがとうございます、いや、すごいですね、今姉さんはあの宝塚をあの少し前に対談されて、はいはい、いろいろまたねこれから明るい将来を歩まれていらっしゃいますけれども、はいはいはい、今後はどんなお仕事をされていかれるんでしょうか、そうですね、はい、でもこうやってあのご縁でこういうね番組にも出演させていただいているのも幸せなことですし、うん、あのなっちゃんと先生と一緒にそういうイベントチャリティーイベントに 出させていただくのとか、はい、あとあの私やっぱり舞台がとっても好きなので、はい、あのね先月、そうですよね、はい、先月もスケジュールで、はい、舞台させていただきました。で、あの実はですね今度5月に、はい、5月、はいはい、舞台をさせていただくことになりまして、おー、はい、ありがとうございます。やっぱりライトに当たっていた方がレイさんはね輝くんですよね、普段も輝いてますけど、本当に、はい、でも卒業した頃は、はい、どうしようかな今後ぐらい思ってたんですね、はい、なんですけどやっぱりこういう人との新しい人との出会いとか、はい、ご縁とか、うん、あと今まで見たことのない世界をちょっとずつ見始めていったことによって、はい、あ、世界ってこんなに広いんだっていうのをすごい、そうですよね、はい、刺激を受けまして、はい、もう体が効くうちに効きます効きます、はい、はい、もっと挑戦していきたいなって思っています、はい、ありがとうございます。でもこれだけお話も上手なので、はい、司会とか、うん、MC とかあとお綺麗なので、うん、はい、美容系とかね、はいはい、あと姿勢のなんて言うでしょう、ウォーキング講座じゃないですけれども、はい、いろんなね
多方面、いろんな方面で、はい、もう仕事もうひっきりなしになると思うんですけど、いやーもう、はい、ぜひねそういう機会があったら、はい、なっちゃんが今日すごい MC お上手で、私びっくり、そうなんですよ、これ教えてほしいって思いました。いやいやいや、我らが夏樹さんうまいんすよ、はい、すごい。だからそういうね、はい、先輩のコツとか聞いたりしながら、はい、あの MC 司会もちょっとずつさせてもらったり、はい、あとその5月の舞台、はい、どんな言ってもいいんですか。どうぞお願いします。皆さん行きたいと思います。行きたいですね、みんないいですか。はい、あの、はい、ダンスミュージカルの、はい、お私立花村学園っていう、お私立花村学園、はい、花村学園さんにちょっとお世話になるんですけど、はいはい、そちらの主役の竜兵役という役、モテモテのね高校生の役なんですって。ぴったり、ぴったり、初めて口に出して緊張してる。はい、なんでちょっとあの男役続行みたいな感じにも多分なるのかなとも思うんですけれども、でもあの、ね、卒業したので本当にいろんなことに挑戦しながら話していきたいんですけれど、ね、オールジャンルの連鎖を見たいです。そうですね、挑戦してみたいです。素晴らしい、はい、でそちらの方は5月の16日と17日に、はい、ザ・高円寺という場所でさせていただきますので、はい、はい、ぜひお越しいただければなと思います。あの詳しくはね、はい、あの私も SNS の、はい、なんだっけ、インスタグラム、インスタ、そうそう、インスタ、インスタとか、はい、あの卒業してから始めてるんですけど、はい、そちらの方でいろいろ情報など、なるほど、お知らせしていますので、ぜひ、はい、木更木蓮で検索してみてください。はい、お願いします。ちなみに、はい、16、17日は、はい、あのステージの公演数は1日1回ですか。1日2回です。2回公演。昼夜、昼夜。いいですね。じゃあ皆さん4回見れるということで、あ、そうだ、4回も見れる。でも私、はい、あのそういうミュージカルとかはあまり詳しくないんですけれども、はい、毎回あの相手の方によって少しなんて言うんでしょう、いろいろ変えたりするんですか。演技方ですか。あ、相手によって全然違うと思います。4回の同じ内容でも相手の出方によってやはり本番ちょっと違うとかありますか。もちろん。そうなんですね。やっぱり皆さん生きてる人間なので、生物ですからね。ペットもそうだと思うんですけど、ペットちゃんだって機嫌のいい時とか悪い時とかキャン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 来るなっていう時もあれば、なんかすごい釣れない時もあるじゃないですか。それと一緒ですよね。はい、だから確かに、はい、その時の合わせて、はい、1回しかない生の舞台が私は本当にそういうのも好きで、はい、じゃあ16、17日は毎回違うので、はい、4回見てくださいね。4回来てください、ね、また詳しくは木更木蓮さんで検索して、ぜひとも、はい、チケットもそこからも予約は、あ、そうですね、まだこれからちょっとずつ決めていこうかなと思うんですけど、はい、あの花村学園さんの方でも、はいはい、受け付けてるかなと思うので、私も行って外場行きたい、はい、ねえ、行きたいですね。もう4人で来てほしいです ね、 ですね、先に行きましょうよ、またすいません、ね、邪魔になっちゃうので邪魔ですか、なってしまいますけれども、せっかくなので、はい、こんな機会なかなかないじゃないですか、はい、すごく私1個質問したいことがあって、うん、あの高校生の時に、はい、学校で一回宝塚を見に行ったんですよ。へー、ありがとうございます。はい、その時に最初その何て舞台というかお芝居見て、はい、その後に 歌ったりのやつ見た時に、うん、その皆さんが階段をこう降りてこられるんですよ。はいはい、質問したいこと分かったけど、ね、羽つけて、はいはい、大きい羽つけてかっこよく降りてくるんですよ、はい、どうやったらあのこけずに降りれるのかなと思って。急ですもんね、はい、そう、なんか練習とかされるんですか、はい、階段降りる。そう練習したことはないんですけれども、はい、あれは不思議と降りれるんですよね、でもあの降りるだけではなくて、はい、あの大階段を使ってダンスとかもしたりするので、はいはい、それめちゃくちゃすごいんですよ、階段を。そうですよね、うん、それも、それですもんね、はい、やっぱりすごい緊張感の中みんなやっていますし、あのやっぱりライト浴びながら降りてくると足元とかも見えなかったりも、うん、うん、ですよね。でももう感覚ですね。え、結構広いんですか、一覧一覧は。24センチぐらい、22センチだったかな。もう足一つ分ぐらいですよね。だから足の大きい子とかいるんですけど、うん、27センチとか。27、はい、いります。本当に女性で27センチですか。だいぶはみ出ちゃいますね。かなり高いと思いますよ。ね、ですよね。こうやって曲げるんですか、やっぱ。あ、一瞬降りるときにこうやって、はい、曲げない、曲げないですよ、曲げない、ホットじゃないこうやったら、降りれちゃうものなんですね。別に専用の
靴がシューズがあるわけではなく、うん、皆さんもう平等に平等に、はい、へーよかった聞けて、ずっともう10年ぐらいずっと気にしてたんで、それをどうやってやってるんだろうかった、ね、でも私宝塚入る前にそれに憧れて家の階段とか駅の階段とか絶対下見ないで歩いてました。なるほどね、なるほどなるほど、それがあったから。じゃあ質問はいはいはい、それで転んだことありますか？しょっちゅうあります。ではその練習があったからできる、宝塚になりたい方はもう今からね、階段は見ずに降りる。いや危ない危ない危ない、ちゃんと下見て歩いてくださいね。なるほど、ちょっと骨折しちゃいますから。骨折しちゃうから、経験者は語る。でも動物とかもそんなに下見ないですよ。どうなんですか？確かに感覚でワンちゃんとかもキャベベベベンっていきますもんね。会長もそうですよ、感覚です。会長もこうやって降りるんですか？会長もそうやって降りてましたよ。感覚の人生ですか？動物ってすごい勉強になりますよね、動きが。そうですよね、猫の脚力とかすごいですよね。 猫のジャンプ力本当にすごい。私猫も実家で飼ってるんですけど、はいはい、猫がこの辺からこの辺に瞬間移動するんですよ。そうします。あれどうなってるんでしょうね。まあ、やっぱりこう猫はまあ単独動物で、やっぱり外敵から守るのにやっぱりこう上に上がるこうパワーをやっぱり神様がくれたんですよね。神様からの、だからその脚力とかそのしなやかさが、あの結構ダンサーさんで参考にされてる人多いですよ。猫からそう。でもね、やはり原始的になった方がいいと思うんです、そうそうそうです、ね、人間は。だからそういう学ぶことはね、だからたくさん吸収して限りなく原始的になりましたね。どんどんつながるしね。舞台もペットもつながるし、ね、そう、素晴らしいと思います。でもね、本当に4月26日はこんなにもお話が上手な越村会長、はい、そしてね、あのもう本当に素晴らしい、もう歌も、はい、トークも、もう踊りも、はい、いろいろですね、何でもできますね。素晴らしい才能の蓮さん、キサラギ蓮さんとご一緒できて私も光栄でございます。楽しみですよね。どんな内容になるんでしょう。だって全然違うジャンルの人たちが集まるわけなので、私も初めてです、こういう総合型のやつのは。そうですね、はい、越村会長がいらっしゃらなければ出会うことができなかったので、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。みんなで拝んじゃいましょう。まあ、本当にあのね、はい、人生は出会いであるという言葉がありますけど、はい、まさにその通りかな。うわ、いい会長、いいこと言いますね、やっぱり出会いが大切、生きる教科書ですけれども、なんて、ね、生きる教科書ですね。ああ、聞かなきゃよかったね。本日2回目でございます。でもそのイベント本当に楽しいと思います、はい、最初にこういうあのペットについてちゃんと専門的な方からお話聞ける機会ってないので、それはすごい私自身も興味がありますし、あのお食事もねやっぱりついているし、そのお食事の後にこんなに素晴らしい方の歌が聴ける、そして一緒にね、もしかしたらね、もしかしたらもしかしたら、もしかしたら歌って歌って、これからね、素晴らしい楽しみだと思いますよ。楽しみです。あと宝塚以外の方とね、こうやって一緒に歌、はい、もしかしたらね、歌ったり何かしたりするのは初めてなんじゃないかと、私は。そうですか。これ皆さん本当にね、ご、ね、期待ですよね、はいはい、ぜひお越しください。ぜひ、ね、皆さんお越しいただけたらと思います。蓮さんの歌声、やはり男性役なので低めに歌われたりするんですか？もうずっとそっちで練習してたのですが、はい、ちょっと自分でもよくわからないですもん。じゃあもしかしたら今までの蓮さんとは違う蓮さんを4月26日には見ることが、仲間なはずなのに、やっぱり一緒にね、一緒になる方によって多分全然みんな変わっていくと思うので、でも私が一番楽しみにしてるかもしれない、ね、私もその楽しさが伝わると思います。多分あなたは来なくていいから。4人目あのこんだけ例えば私と蓮さんでね、ある一つの楽曲を歌いますと、はい、それでコーラスが必要ですよとなった時に、あなたがやったらもうみんなもうどうでしょう、私のコーラス最高ですよね。一緒にあのコケコッコ一緒にやってみコケコッコ係が必要になったらグワグワでもいいから、はい、ありますよ。アヒルちゃんのねグワグワ、アヒルの洋服着ていきますよ。私は本当にね面白いですけど本当に近寄らないでじゃあ4月26日は家で
おとなしくしてくれてるんですよ。お手伝いだったら、あ、精力的に働きます。声は本当にね、告知役で、はい、お願いします。またね、あの再度告知をさせていただこうと思いますので、越村会長から再度告知していただきます。お願いします。はい、4月の26日日曜日になりますが、竹橋の KKR ホテルで、はい、人と動物の真の共生に向けてっていう、まあ、シンポジウムが第1部あります。その後美味しいお食事をお取りいただいて、その後皆様お楽しみのですね、はい、夏木玲さん、如月蓮さん、それからしおんさんのステージがございますので、楽しみにしていただけたらと思います。それともう一つですね、はい、ちょっとご紹介したいのは、はい、今年はまあオリンピック・パラリンピックの年で、はい、うん、いやですね、まあ、パラリンピックのですね、あのシッティングバレーボールの主題歌をですね、夏木さんが、はい、歌われていらっしゃいますが、すごい、おめでとうございます。実はまあ動物のですね、はい、アニマルワールドカップというのがですね、昭和公園で、はい、昭和記念公園で4月の17日から19日に開催されます。はい、で、18日の土曜日ですね、はいはい、如月蓮さんもですね、はい、花村学園さんとご一緒にまたステージに上がっていただく予定がございますので、ぜひそちらのイベントにもですね、はい、足をお運びいただければなというふうに思います。時間も教えていただいてよろしいでしょうか。まあ、だいたいお昼ぐらいからですね、はい、ご登壇いただく予定にしております、はい、よろしくお願いします。入場料とかあるんですか。入場料無料です。無料、はい、室内のイベントはですね、入場料取る場合もありますが、はいはい、外のイベントは無料です。お、無料で見ていただけるということで、ぜひお越しいただければと思います、ね、うん、素晴らしい。じゃあ、イベント自体は4月17、18、はい、19で、蓮、はい、さんは4月の18日のお昼に、はい、行かせていただきます。そして5月も16、17日と、はい、ありますので、皆さん4回見てくださいね。よろしくお願いします。コンプリートしてください。はい、お願いいたします。はい、本日は素晴らしいゲスト、お二方お越しいただきましたけれども、はい、最後にお一人ずつ、ご出演のご感想など、いろいろ今後の展望も含めて、いただいてよろしいでしょうか。お願いします。それでは越村会長からお願いします。はい、今日は夏木玲さんのこのインターネットテレビにですね、はい、出演を2回目ですが、はい、大変夏木さんの素晴らしい進行でですね、なんとかお話をさせていただくことができました。また3月末にはですね、インターペットという4万人以上がいらっしゃるイベントも東京ビッグサイトの青海の会場でですね、はい、行われますので、そちらにもですね、はい、お越しいただければと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは会長、はい、さんもお願いします。はい、ありがとうございます。はい、私も今日このような番組に、本当にご縁で出させていただくということを幸せに思って、はいはい、今日来たんですけれども、本当に皆さんお話がお上手ですし、すごい一緒にいて楽しくって、あっという間の時間でした。はい、私も今後いろんな活動をしていきたいなって思っておりますので、ぜひこの機会に如月蓮も覚えていただけたらなと思います。はい、でもまたね、イベントも一緒にできるので、はい、今後一緒にご一緒の機会が増えたらいいなと思います、ねね、楽しみだね。ますます惚れてしまいます私あんまり惚れっぽくないんですけど、蓮さんは別格です、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、います。はい、皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。はい、それではポージング教えていただいた健之介くんも、はい、一言今日ですね、如月さんに教えてもらったポージングで今後ともファン獲得を目指していきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。じゃあトマトさんは話したい。あ、本当ですよじゃあバッタバッタでも頑張ってる。はい、私はですね、これから宝塚に入れるように階段は水に降りたいと思います一つだけアドバイスなんですけれども、はいはい、宝塚を目指されてる方に一言、あ、そうですね、応援メッセージを、うん、見てらっしゃると思いますので、こういう、勘違いとか置いといてですね、はい、勘違いだって、はい、一言を最後にいただきたいと思います。うん、はい、
私も宝塚目指して3回目でやっと合格できました、はい、なのでその時はいろんなことがあったんですけれども、やっぱり何か一つに夢中になったり、はい、走ったり向かうっていうのはとっても素晴らしいことで、うん、特にその若い、ね、時に何かをこう必死に夢を追いかけるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います、うん、ぜひその夢を掴んでいって、もっとたくさんの夢を見てほしいし、うん、もしたとえ掴めなかったとしても外はこんなに広いんだって私も今初めて実感しているところなので、はい、とにかく夢中に思いっきり楽しんでください。はい、はい、おー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 、お